はい、今日のホイールバランスは素晴らしきこのご基礎のホイールです。フロントとリアでは前が25の40かな、これ、うん、40だよね、25の40、うん、という組み合わせ、素晴らしいヒルクライム仕様っていう感じでしょうかね。マスター T2301 っていうタイヤがついてます。どうやら新品のタイヤです。パナレーサー、はい、はい、バランス取ってみましょう。さあどうでしょうか。回転はもちろん天国のような回転をする5基礎ハブ、そして抜群な食いつきね。このビートの部分がこの GD2 でしたっけ、このホイールはすごく優れているんですよね。ここのなんていうんですか、あのタイヤとタイヤのビートとはまる部分のエッジの作りがものすごくいいわけでございます。回していきましょう。今回はいつもと違ってちょっと喋りながらやろうかなと、はい、回します。はい、現在52キロスピード上げていきます。57キロ、あ、これなかなかね、これすごくバランスがいい方、カーボンホイールにしては57キロでこれしか触れてない、優秀ですね。はい、60キロ、もうこれはね、もうレーシングゼロ並みだ、アルミリム並みな感じで非常にいい感じ。60キロでこんな感じ。もうちょっと上げてみましょうか。おっと急に来た。62キロ、62キロが限界かな。はい、62キロ、今 61.6キロ、もうちょっと上げると、だから60キロ超えると急に来るんだね。これが63キロ、3キロです。ちょっともうこれ以上回すのが怖いんで下げていきます。63キロであんな感じでしたね。はい、はい、調整、ダイナミックバランス調整終わりました。いつものようにこの水を乗っけて、はい、今からこのボタンを押すと一気に63キロまで上がります。さっきもう全くブレブレだった63キロまで加速。はい、63.5、はい、触れてませんね。でガンガン上げてみましょう。パパ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 、はい、現在73キロです。73キロ、はい、ここから、ズームアップして、時速ゼロまで減速して、詳細をお見せします。はい、ズームしますよ。こんな感じかな。はい、これで分かりやすいかなと思います。はい、減速。はい、グッデース、グッデース。はい、では次は後輪行ってみます。はい、では今度は後輪、ま、あ、何キロぐらいから行こうかな。47、だいたい一般的に後輪の方がバランスが悪いことの方が多いですね。50キロ、しかもこれ前輪よりディープなんで50キロ、53キロ、ああ来たね、55キロ、55キロでこんな感じでございます。はい、はい、後輪バランス取れました。さっきと同じように、さっきは55キロでブレブレだったから55キロまでこのボタンを押すと一気に上がります。はい、55キロ、ここからガンガンスピード上げてきますね。
今65キロなんですけど、この機械って1回スイッチを切ってもう1回入れないとこれ以上スピードが上がらないんで、ちょっとこの瞬間だけブレるけど、それは機械の都合。はい、で、はい、上げてきます、上げてきます。70キロオーバー、75、現在75キロでございます。はい、75キロ。はい、じゃあこのまんま、あ、ゼロまで落としていきますね。ゼロまでね。はい、スイッチオフ。はい、ゼロまで落ちていきます。はい、水面見ていただけたでしょうか。だからどうってことはないんだけど、よくなりますよ。はい、ではこれは東京都の N 様のご基礎ホイール、こんな感じでバランス取れました。そうね、遠隔だからやっぱりご本人には見てほしいんで、こんな動画を YouTube にアップしてるわけです。じゃあご要望お待ちしております。